いうのは本当に大切な話だと思います。今宿題を Now でやっていて、もう本当に宿題 Now だったんですけど、ショールームもしようと思って今は体育を勉強というか、でも体育だから超絶簡単な問題なんですけど、なんか人間のなんかね、人の基本的なことの問題だったから結構簡単な問題だったんですけど、ちょっと数学が忘れちゃって、でもなんか私学校にその教科書とかノートとかを置いてきちゃったからなんか覚えてなくて、授業の本当に手をつけてなかったんですよ、夏休み前入ってから。そうなの、まあ、体育はこうなんか生きてる人間としての基礎知識で今までね解いてるんだけど、わかんない、これからもっと難しい問題になるかもしれない。あ、ちょっと難しい問題になる裏側どうしよう。あ、そうなんだ。でも20日っていつですか。そうですよ、そうだからね、大丈夫のはず。でも違うの、ママと今日までに宿題を全部終わらせるっていう約束をしちゃって、そのだから夜ソファーで寝ちゃってた時に怒られて、生活として生活をやっぱりちゃんとできないとアイドルは向いてないからっていう厳しいお言葉をいただいて、確かにそうだなって思って、なんか家での生活習慣も全部含めてこうプロ意識って言ったら、まとめて言ったら私は確かにプロ意識が欠けているんだなというふうに思いました。それでその結構おこなママルンをそのなだめるためにもうそういう具体的な約束っていう時がその当時すごく必要でそれで約束して、今日なんですね、8月の頭の方にまでに宿題終わらせますって言ったら、いつって言われて、7日って言ったんですね。ちょっと8だとなんか序盤じゃないかなと思って、やっぱ最初の1週間までが8月の頭に入るかなと思って、そうなんか8だとちょっと1週間過ぎちゃうから、だからまあ7な、そう適当に言っちゃったんだけど、そうだから7って言って、でもうなんかなんだかんだそのなんだかんだでこう今日まで宿題をやらない、ちょっとずつはね、ちょっと本当にやってた、でもほとんど、でも終わりそうなの、終わりそうだから頑張るそうなんか今体育やってて思いのほか体育がサクサク進んで、でもあと体育と何地理みたいなやつ、社会と数学で終わるから、それぞれなんかプリントみたいな、でも体育はちょっと全部裏を持ってあるからあれだけど、でも大丈夫です。はい、なんか体育もその筆記みたいなのがあるんですよ、筆記っていうのかなんか、ここぞとばかりに夏休みにそう宿題、その数学の解き方を忘れちゃって、そうなんですよ、
だから結構大変。数学はでも日付を超える前にママに教えてもらえばきっと大丈夫。あと数学だけ残してママに教えてもらおうと思います。ママの得意な科目は数学だったらしくて、学生時代。そうなんです。でもママもその解き方を覚えてないかもしれないから、一回ママも多分調べる時間が必要かもですね。調べてなんか思い出したらそれで教えてもらおうかなと思います。数学はその一番自分が分かりやすい解き方で解くから、あのノートにその解き方をメモしてるんですけど、ノートを学校に置いてきちゃったから、そうで、その学校の何閉鎖期間ってあるじゃないですか。今ちょうど閉鎖期間で、あの気づいたのがちょっと遅かったんですけど、そうなんですよ。でなんかまあネットで調べてみてもなんか自分だけがさ分かるためにさ注意点とかさメモしとくじゃん。なんかここにおいてはこれは通用する、これは通用しないみたいなさあるじゃないですか、計算なんていうの。そうだからちょっと教科書、今欲しいものって言われたら教科書って答えるかも。すごい真面目な人みたいな。そう、そうなんだよね。いやーなんかね、無理だ。地理もだから教科書全部置いてきたからさ、地理とかさ、あ待って、そう家庭科もあるんだった。やば、家庭科忘れてた。え、私家庭科のプリントなくしてないよね。え、ないんじゃない。え、ないかも。あった、見つけた。やる気ある。すいません。またプリント1枚増えちゃった。忘れてた、家庭科もあった。地理と家庭科と体育と数学、あと4枚。なんか家庭科はそう作るやつもあるし、でもこれはプリントだから。家庭科となんか社会って似てますよね。なんか家庭科で何、高齢社会の高齢化社会の話とかもするし、いろいろ。お腹すいた、やばい、お腹すいた。なんか糖分はめっちゃ取ってる。私の体砂糖の塊みたいなもんだから、本当にすいませんでした。頭を動かすとお腹減ります。あ、じゃあいい傾向に陥ってるんでしょうか、これは。でもあの塩キャラメルキャンディーが目の前にあるので大丈夫です。でもお腹が空いたのと糖が頭に足りないのとではなんか話が違うじゃないですかね。食べたら食べたで眠たくなる。あー眠たくなります。私はもうご飯食べたら眠たくなるのやめてほしい。
今はラーメンが食べたい気分です。私普段そんなにラーメンを食べないんですけど、めちゃめちゃラーメンが食べたい。味噌ラーメン食べたい。チャーシュー乗ってるやつ。味噌ラーメン食べたいな。東横さんの味噌ラーメンが本当に好きで、そう、薄めて食べても美味しいし、そのまま食べても味が濃くて、それはそれで美味しいんですよ。そう、薄めすぎても、その薄めるやつが出汁だから美味しいんですよ。出汁、むしろ出汁だけ食べても美味しい。なんかそうなの。そう、だるま屋ラーメンも結構昔から行ってたんですけど、だるま屋ラーメンは本当に美味しい、美味しいですね。あ、ラーメン食べたい。いや、でもなんかお腹空いてるのが気持ちいい時もあるよ。なんかわからない、なんかお腹空いてる時の方が逆にお腹空かない。何、お腹空くと通り越すと逆にお腹が空かない感じ、わかりますか？なんかお腹空きすぎると、そう、わかる。でもまたそれをしばらく経ったらお腹が空く感じです。おばあちゃん家に行って、おばあちゃんのご飯が美味しくてすごいいっぱい食べちゃったから、ちょっと体を何、胃を休めないといけなくて、私今が人生最大のもう食欲全開、こんな、なんかもう小さい頃は食に興味はそんなになかったんですけど、もう今は食欲全開、食のために生きてるみたいな。育ち盛りなのかな。そうそうそう、小さい頃は食べることより早く遊びたいって思ってたから、なんかもっと食べなさいよって大人とかに言われながら、うんうん、もういい、ごちそうさま、遊んできますみたいな感じだったんだけど、なんか今別に遊ばないしそう、遊んだ方が良さそう。遊びたい。なんか自分の部屋
なんか自分の部屋の中にまたさらに部屋を作ったりすることが好きで、それにハマってた時期はもう自分の部屋が大好きで、違うじゃん違う、その友達と遊ぶとかの遊びじゃなくて、お家でおままごととかしたいの。でも今はおままごととかでときめかないから、昔はなんかめっちゃときめいてた、おままごとにハマったらなんかもっともっとなんかリアルなことをしたいって思って、何紙をちぎってフライパンに入れて具材として炒める動作がしたくなったりとか、なんか本当になんか赤ちゃんのぬいぐるみも喋らせたくって、なんか喋る人形じゃないと満足いかなくなったりとか、なんかそう違うの。だから勝手に歩く動くものにハマったりとかするんですよ。そう私ラジコンとかも結構好きでなった時期があって、なんかラジコンって自分が操作してて動いてくれるなんて、そんな魅力的なものある？超楽しい。なんかぬいぐるみとかはそんなに興味なかったかも。ぬいぐるみとかはなんかママが動かしてくれてたらすごい興味持ってたけど、自分で動かしてるとなんか現実を自分で突きつけてるような気持ちになるし、かといって別に動かさないと何も喋らないし、そう。でもラジコンは自分の指示に従って動いてくれるからすごくなんか嬉しくてそうそうなんですよ。弟と色違いのラジコンカーみたいなやつを買ってもらって超喜んでました。でも本当はドローンじゃないや、なんかドローンじゃないけど何、ヘリコプターの飛ぶおもちゃみたいな、ラジコンのヘリコプターみたいなあるじゃないですか。それめっちゃ欲しかったんだけど、ま、そう空中に浮かぶものがめっちゃ憧れてて、でもそれはなんか壁とかにぶつけるからダメって言われて、部屋を傷つけるからきっとお前はって、でなんかダメって言われちゃった。そのラジコンにももっとこう自分好みのラジコンの上にカゴを乗せて固定して荷物を運べるようにするとか、なんかそういうことがすごい大好きで、そうなんですよ。あとあのクレーンゲームのおもちゃがすっごい欲しくて、でクリスマスに買ってもらったんですよ。なんかポケモンのやつなんだけど、クレーンゲームのちっちゃいそのおもちゃ用のクレーンゲームなんですけど、回っててなんか飴とか入れてる、もう本当に夢みたい、それは本当に夢みたい。でなんか専用のなんかコインみたいなのがあって、それ入れて音楽なって、でポチって1番と2番があるんですよ。そのクレーンがこう下がっていくのと、で持ち上げてパタッてやる1番と2番の、え本当にあれはでも壊れちゃったんですけど今、でも本当にテンション上がった。あの時のもらった瞬間の気持ちを私は忘れない。本当に嬉しかった。今でも動いたら多分全然遊んでると思う。アメちゃんとか入れて最高じゃない？家でクレーンゲームだよ、めっ
ちゃ最高。でも本当に今でも欲しいと思う。なんか私のやつはあのこう回っててこうクレーンがこうやるやつだったんだけど、なんかアンパンマンのやつはこういうあの UFO キャッチャータイプ、掴むやつで、それ本当に欲しいと思ってるんですよね。そう。あとでもあのプリキュアのシフォンちゃんっていう妖精のキャラクターがいたんですけど、あのプリキュアのシフォンちゃんのシフォンちゃんがうちにいて、そう、なんかシフォンちゃんも喋るんですよ。なんかだからそういう何か仕掛けがあるおもちゃじゃないと私つまらなくて嫌で、そう、なんか他の女の子とかはシルバニアファミリーとかしてたんだけど、なんか今はシルバニアはすごい可愛いなとは思うけど、なんか当時は別に動かないし、並べてどうすんのって思ってて、そう、なんか全然魅力を感じなくて、そう、なんかでもシフォンちゃんはね、そのあの構ってあげるたびに言葉をどんどん新しい言葉を発するようになるらしいんですよ。そう、なんかミルクあげたりとか、あと手を触ると喜んだりとか、あとなんか耳が2つあるんだけど、ここをピコピコってやるとすごい可愛い声出したりとか、なんかとりあえずそういう声を出してくれたりするのがすごく可愛いし嬉しくて、それシフォンちゃんをそのおままごとの赤ちゃん役にしたりとかしてました。やっぱ喋ってくれる方が嬉しいじゃないですか。しかもはいどうぞって言って食べ物を食べさせたりすると、あのミルク飲ませることができるんですけど、なんか口にボタンがついててミルクでその口をポチって押すんですよ。哺乳瓶で。そうするとコックンコックンコックンまあみたいなこと言ってくれるんですよ。それが本当に嬉しくて、でそのうちに寝ちゃうの。したらはぁーくーくーくーって言いながら寝るんです。可愛くない、うちの子もうどうしてくれるのって思ってて。そう、もう大好きだった。そうなの、本当に可愛いよね。そう、今はもう多分電池も切れちゃってると思うんですけど、寝たまま眠りから覚めることはなかった。でもあのちゃんと起こせば起きてくれると思います。今も、え、今どこいる、私いとこにあげたんだっけな、どうだったっけ、え、物置部屋に置いてあるのかな、え、どうだったっけな、そう、でも大好きだった、本当に大好き。シフォンちゃんかわいい、色もかわいい。女の子のいとこ、うん、女の子のいとこに私お洋服もあげようと思ったんだけど忘れちゃって、またね、次会う時はお正月かな、お正月に渡せたら。なんか私子供服だとラブトキシックっていうブランドがすごい大好きで、すごい可愛いんですよ。今見ても全然可愛いなって思うんだけど、まあ、でもなんか結構子供服って感じのところなんですけど、すごい、でも私が今子供だったとしてもラブトキシックを選ぶなっていう、そう、めっちゃ可愛いんですよ。なんかお店の感じもピンクと白と黒って感じで
私の好きな色がピンクと白と黒で、今は別に全然可愛かったら何でも好きなんですけどでも本当に可愛い、なんていうのかな、中学生、小学生、中学生くらいのに向けのお洋服かな。そう、小中学生向けかなって思うんですけど、でも可愛いもん、今見ても可愛いと思う。なんかでもモデルさんはきっと高校生とかの子で、だからなんかお姉さんっぽくなりたい、なんかお姉さんみたいになりたいっていう風に思うじゃないですか。なんかちょっと大人びたいって思う年頃に、そのモデルさんとかが高校生くらいでちょっと自分より年齢が上の子が着てると、さらに憧れがなんか強まるというか。そうなの、めっちゃ可愛いからいとこにあげようと思います。でも確かにそのなんかなんていうの、すごいポップな感じの感じなんですよね、なんていうの今はもうちょっとふわっとガーリーな感じのお洋服が好きなんですけど、でもなんかお洋服、いろんな形のお洋服を挑戦してみたいなってすごく思ってて、なんか私結構握手会の時とかも結構多分ほとんどの日程毎回違う服を着てたんですけど、なんかある時にこうピンクのワンピースをその3着くらい似てるやつを持っててそう、でも3着どころじゃなかったな、ピンクのワンピースめっちゃ持ってて、なんかそれを初めて着たワンピースで握手会行ったら、あ、この前も着てたやつだって言われて、え、初めてなんだけどえ、初めてだよこれって話になって、まあ確かに、でもそれはなんかメンバーにも言われて、なんか初めて着たお洋服で現場に行ったら、なんか覚えてる、ひのちゃんだ、ひのちゃんに、はるちゃんそのお洋服お気に入りだよねって言われて、え、これ初めて着たの今日ね、本当に、そっか、もうその時にそう思ったんですよ、あ、私は自分でしか違いがわからないような服をなんか選んでるんだって思って、なんか同じ系統の服選んじゃう癖本当にやめたくて、でもなんか新しいものってすごい新鮮だから、初めて見るから可愛く見えちゃうじゃないですか。こういつも自分のクローゼットの中に入ってるものってなんか数日経つと見慣れちゃうから、見慣れると新しいものを見た時になんか似てるけど違うんだよなこれって思っちゃうんですよ、どうしても。しかもこういうこの何絶妙な襟の形が違うしとか、なんか生地がちょっと違うしみたいな、色は一緒だけど、なんか白のそのトップスブラウスで、なんか白でブラウスってことは一緒だけど襟違うし質感もちょっと違うしっていう風に思うと、なんかそう、なんていうの、買っちゃう、買いたくなっちゃ う、 そう、なんかしかも白だから着回し効くし別に買って損ないよね、着るよねって思って、ちっちゃなんかもそうそうなの、買っちゃうから。白のブラウスめっちゃある、でもそれは女の子あるあるだと思うから、白のブラウスは別に何枚持ってても可愛いと思います、いいと思います。
私あんま、なんだろう、そうね、顔が薄いから結構あのこれもそうだけど、トップスになんかフリフリとか襟とかなんかクシュッとしてるだとかなんかポイントが入ってる服を選びがちですね。こう配信とかでもやっぱ上だし、今オンラインおしゃべり会だから上、トップスが大事じゃないですか。そう、なんかワンピースとかだとこう上よりも下がすごいゴージャスな感じになってますみたいなのもあるけど、なんかオンラインおしゃべり会だとしてもスカートの部分下の方が映らないから、そう、でも本当にいろんな系統に挑戦してみたくて、あの最近はそうですね、なんかあんまり私なんかズボンみたいな、ズボン履かないんだけど、なんかなんていうの、あのセットアップの、セットアップのズボンみたいなすごい探してるんですけど、なんか良さそうなのがなかなか見当たらないんだけど、もうセットアップ、ワンピースはもうたくさん着てるからセットアップを探そうと思ってるんです。そう、なんかちゃんとパンツが似合う女になる。あ、でも今日はなんかデニムみたいなの履いてるの、珍しく、ほら見えるかな、そう、めっちゃ珍しい、そう、これはなんかいろんなブラウスにも合わせやすいし T シャツにも合わせられるし、なんかもう何にでも合わせられるからって思って買ったんだけど、外でまだ着たことがなくて、とりあえず今日はなんとなく他になんか着るものが、なんていうの、あの勉強するときパジャマじゃない方がいいかなと思って、なんて、お腹すいた、ちょっとラベル映っていけないか、お腹が空いたよよ、お腹、朝まで我慢、頑張って、起きたらご飯、そう、起きたらご飯、これからうなぎ食べる、いいな、やめてよ、いいな、羨ましい、今日リカちゃんがクラクラ盛り上げたいって言ってた、あ、そうなんですか、ん、今日はおしゃべり会、
今日は今日も暑かったですね。おしゃべり会、おしゃべり会、そうチームが2つに真っ二つに分けられてさ、だから私その今日おしゃべり会のチームの人と全然合わないんですよ。本当に全然合わない。公演違ったりすると本当に全然合ってなくて、そう悲しい。てかなちゃんに会ってない、りかさんにも会ってないの。なんかでもあのおしゃべり会の初日26日と6月26日と27日はあのちかなちゃんとりかさんもあとみゆみゆとひなたさんとはるかは26日会ってたけど、だからそれ以外本当に会ってなくて、そうでこの前公演で久しぶりに会ったんですよね。あの6枚目シングルの7月23日か、でもそれ以来会ってないんですよ。悲しい。ちかなにも全然会ってないから、ちかなちゃんに LINE したのに返してくれないし、クイズにされて、問題この LINE は誰でしょうみたいな、ツイッターにさ、ね、何問題としてさあげるよりさ LINE 返す方がさ簡単で早いじゃないですかね。LINE 返してからやってよ、そういうの本当に。ネタに使われた。もうはるかはちかな忙しいかな、大変かな、元気かな、最近会ってないもんなって思って連絡したんだけどさ、いまだに既読無視状態だよ。ツイッターで返すのやめてよねえ。ツイッターで返信しないでさ、普通に返信送って。そう、でもハッシュタグちいはるつけてめっちゃ優しい。絆はそう深いから、およよ。ちいはるの絆、かなちゃんなりの愛情表現なのか、そうだといいですね。きっとそうだ。ちかなちゃんに会いたい。何してるんだろう。今何してると思いますか？寝てる。おしゃべり会。今何してるんだろう。歩いてるかな。ジャンプ。
ご飯食べて。ご飯かもね。どうだろう。受験さん、ありがとうございます。こんばんは。意外とハルルンを恋しく思ってたりして、でもきっとそうだと思います。これはチカナには絶対に言っちゃいけないことなんですけど、あのスタッフさんから聞いたお話で、なんかスタッフさんがこっそりはるかに教えてくれたんですけど、なんかチカナちゃんがあのおごえのことはすごいもうめっちゃ話しやすいし信頼してるし尊敬もしてるし、すごい良きライバルだと思ってるって言ってくれてたんですって。絶対チカナに言わないでください、ね、でもそうだからチカナちゃんはきっと今頃はるかのことを恋しく思ってると思います。話しやすいって言ってくれたんですよ。嬉しくないですか。でもはるかもすごい同じ気持ち。やおまいたね、ちかのたん。ちかのたん。なんか私今日ふと思い出した小3の頃のエピソードがあるんですけど、なんかね、小学校3年生、小学校3年生の時、小学校ってあのお金持ってっちゃいけなくて、その不要なお金は持ってっちゃいけないじゃん、いけないっていうルールがあって、こうトラブルとかを避けるためにも。でもある日帰りの支度をしようと思ってランドセルの中を見たら、あの身に覚えがない100円玉が入っていて、私震えちゃって。これはバレる前に先生になんか言うべきじゃないかって思って、どうしようって思って、そう100円玉で、100円玉でですよ、もう今考えたら全然そんなことでさって思うんだけど、でも本当に私今にも泣きそうな顔しながら、だって自分に全然身に覚えが本当になかったから、もしかしたら私をなんか貶めようとしてる人がいるかもしれないみたいな、そこまで被害妄想が膨らんじゃって、でとか、でもあの本当に誰かのものだったらって思ったし、だから先生になんか本当に震えながら、あの私のランドセルの中に100円玉が、知らない100円玉がみたいな、これどうすればいいですか、プルプルみたいな。そう、でも今考えたらそんなことある、もう本当にどうでもよって思う、本当に先生からしたら。でもそしたら先生は、おごえさんどうしたのみたいな、なんかでも、もしかしたらこうなんかあなたのその親御さんとかに聞いた方がいいかもしれないから、なんかお家の方に
一回聞いてみたらどうかなって。もそれそうですよね、普通にランドセルに入ってたらなんかその子の家の人が入れちゃったかなんかその子ん家のものだと思うじゃないですか。でも私それをなんか誰かのこう何落とし物を拾ったかのように自分のランドセルの中から出てきた100円玉をなんか持ち主さんにお返ししたいんですけどみたいなそう、あとその普通に後からお金を持ってきたことをバレて怒られたくないからもう言い訳にしか聞こえないじゃないですか、バレてからだったら。そう、どんなに本当のことを言ってたとしても、そうすごい大げさな顔してめっちゃ言ったんですけど、でもなんか最終的に普通に自分のでそうなんかねでもその自分のだったんです。でもあのソロバン教室に通っててでなんかソロバン教室の月謝だったんです。なんか現金払いだったんですけど毎月ね現金でその月謝袋にお母さんにそのお金入れてもらってで持たせてもらって、あ100円じゃないよ、100円じゃなくて普通に小銭がその月謝袋から多分ポロって出ちゃったんですよあ冗談ですか。そうでも100円じゃなくてあの100円じゃなくてじゃないあのそう学校帰り直接行ってたからソロバン教室に、だからランドセルにこれ絶対出しちゃいけないよってママに言われながらその月謝袋のにお金入れてて、そう本当に怖かったです。でも先生のその冷静な判断が良かったなと私は思いますね。そこで没収されてたらそのままソロバン教室に行って月謝払ったって言っても100円足りないっていう話になっちゃうから良かったなと思いますそう、それを今日はね、なんかなぜか思い出しました。でも自分が先生側だったらなんか本当に小学生なんか100円ごときでそんな騒がないでって思うからそうすごい恥ずかしいなって思う。めっちゃ困った顔されたんですよ。私でも結構一大事な感じで先生に言ったからそんななんか困った顔されてめっちゃびっくりした。誰かの100円って思って困ったな。こんばんは、こんばんは。いいリスク管理で偉い。本当？じゃあ素敵なことですね。あ、ちなみに今日着てるこのお洋服はオーダーなんですけど、あのオーサムの MV 撮影の時に着たあの海のあのバイトしてるシーンでのあのボーダーの T シャツを着てたんです私そう、それでなんか私今までボーダーの服とか全然着た、ほとんど着てなかったんですけど、でもなんかあれを着てからなんか意外と私ボーダーもいけるんだなっていうことに気がついて、ちょ調子乗ってで調子乗って私服でもなんかボーダー柄を買っちゃったんですよそうなんか勝手になんかボーダーとかはちょっとなんかそんな似合わないかなって、似合わないまでは思ってなかったけど似合うとは思ってなかったんですよ。でもなんか意外とって思ってなんかちょっと調子乗っちゃった。そうそう
縦もどっちも、あ、でも分かんない、縦いけないかも、横かも。縦はイメージできない、なんかセロリみたいになりそう。横がギリかも。でもなんかシュッシュッシュ、なんか繊維質みたいな、なんか色ごぼうとか、何横だったらなんかマリンっぽくてあれだけど、分かんない。ほんとはなんかリボンとかあったらもっと可愛い気がする。なんかその繊維質系の野菜みたいになりそうじゃないですか、なんか縦の線って。わかんないけど、なんか色とそのボーダーの細さによっては。そんなことないかな、縦と横の差で。そんなことない、わかんない。でも縦か。あ、でも私チェックはめっちゃよく着るんですよ。なんかギンガムチェックの服めっちゃ最近多くて、昨日もギンガムチェックのワンピースを着てたんですけど、そのギンガムチェックのブラウスも持ってて、だから全然違いがわからないと思うんだけど、個人的には違いがわかるからそれでいいんですそう、まあでもいいんです。そうなんですよね。夏だね。でも9月くらいまで毎年なんか暑いですよね。結局夏休みってさ、暑いから夏休みがあるんですか？何の休みなんだろう。学校のエアコン代がってことでみんな家にいるの？なんで？お盆だから？暑くて仕事手がつかないから？でもそしたら暑いを基準にやったらさ、9月まで暑かったらさ、9月いっぱい夏休みでよくないですか？そうしてほしいんですよね。とりあえず暑い日みんな夏休みみたいな。なんかこの前さ、めっちゃ新潟がもう全国の暑いところランキングみたいなさ、なんか上位を占めてましたよね。私あの時長岡のおばあちゃん家にいたんですけど、長岡もなんか3位とか2位とかだった気がする。そのくらいで、あ、そうそう、三条かな。すごいよね、39度みたいな。なんか新潟が熱いランキング上位を独占しててすごいなと思った。ね、大変だ。なんか本当に大変ですよね超適当あ、そう、今日はなんかたまたまテレビをつけたらオリンピックの飛び込みがやってて、
なんか見てたんですよ、ママと。すごいね、なんかしぶき立てずにさ、なんかこうスポッと行くの本当にすごい。なんかどうやって練習するんですかね、あんな。なんかもう水に何刺すようにまっすぐ行くじゃないですか。めっちゃすごいなって思って。え、すごい疑問なんですけど、その水に逆さまで入るときって、なんか鼻から空気ふんって出さないと鼻に水入ってきますよね。なんか普通に息止めてるだけじゃなくて、鼻ふんってなんかやらないと水入ってくるよね。なんかなんていうの、まっすぐ水に入るんだったらなんか息止めてるだけで大丈夫なんだけど、逆さまになるときは鼻息止めててもなんか水圧に負けちゃうの。 なんかめっちゃ入ってくるから、それでなんかめっちゃギョギョってなっちゃうから、なんかそんな、ま、なんか空中で回って、でなんかまっすぐ水の中に入ることを意識しながら、でも鼻息止めてるだけじゃなくてふーんってやってるのって思って。ええね、本当になんかめっちゃ聞いてみたいんですよね、その飛び込みの選手の方に。ふーんってしてるのかな。そんな、でもそんなところまで意識私いかない。だってさ、ふーんってするのはさ、なんかそのなんていうの、競技の得点に入らないわけじゃないですか。だから意識するとしたらなんか二の次なのかなって思って。でもそこで溺れちゃってもダメじゃないですか。でも水に慣れてるから溺れないのかな。でも鼻栓みたいなのしてないですよね、なんか。回って回って回ってふんなんかさ、入賞狙ってるなら鼻に水入るくらい何でもいいんじゃ。あー、やっぱそうなの。え、でもさ、結構辛くないあれ、水入った時。だって息がさ、なんかもう、しかも足つくところじゃないじゃないですか。わかんない、身近な人だったらなんか悔しいとか思うかもしれないけど、なんかそういう異次元な、もう自分と生きてる世界が違うような方だったらそんなに思わないかも。でも自分と違う世界に生きてる人で、自分と同い年の人がいたら、はぁって思ういますね、なんか。そう、同い年って聞くとそうなっちゃう。そう、私は意識します。何歳ですか？私は17歳です。17になりました。なんか特別若って思われるような年齢でもなくなっちゃいましただって入った時が13歳だったからさ、なんか13歳って聞いたらさ、すごいさ、あ、なんか若いねって思うじゃないですか。13歳の時は自分でも13歳って若いなって思いながらいたから、すごい、なんかなんていうの、こんなこと言ったら申し訳ないけど、なんていうの、年齢
年齢が自分のそのなんていうのいいところみたいな、アイドルとしてねっていうのもちょっと思ってた。なんていうの強み、そう最年少とかっていうのがやっぱ自分の強みだとも思ってた。でも今はそのなんか、あーちゃん、あの SKE さんのそのセンターになられた方 12?いやいやいや、加入前加入前、13歳の時に自分若いとか思ったの恥ずかしすぎる。すごいな。いいですね、すごいね、12歳でこう自分の考えをちゃんと持ってなんかアイドルなられてセンターになってすごいな。私はなんかふわっと生きてるんだなと私はなんかもう何事にも本当にふわふわっと、しかもすごい結構大人っぽいじゃん。私のあの13歳の時の黒歴史、12歳であの見た目すごい。これからどんどんさ可愛いからさ綺麗になっていったりとかさ、すごいな。声が小さくなってる。でもいつかお会いしてみたいです。なんかショールームとか見に行ったことあるんですよ。コメントは別にしてないけど、すごかった。そのセンターになられる前にたまたまショールーム見に行ったことがあるんですけど、そのすでにその時から自分との差はめっちゃ思いました。すごいなって。センター対談とか、いや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 、そんな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 圧倒的に
私は私っていうことで、はい、強く生きていきたいと思います。いや、はい、私は私らしく。なんとかね、強く生きていきたいけど、壊れなければもういいかもしれない。ね。本当に。今以上に応援する。本当？宿題終わったの、ハルル。私は私らしく。いや、前髪綺麗、ありがとうございます。宿題やんないと。教科書さえあれば超簡単にできるのに。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます、初見さん。誰か友達に貸してもらえないか。友達もそんないないから。もうダメだ。たたたたた。だけどなんでこんなに気になるんだろう。卒業までの残りの日々っていう切なくなった。もういいや。いや、よくない。いいわけないじゃん。そうだよね。頑張ろうと思います。ショールームが終わったら、あと2時間あるから、秒でとか言っても絶対秒で終わらないんだけど、大丈夫。寝るまでがその日1日だとしたら、別に12時超えたとか関係ないから。寝るまでがその本質というか実質。そう、ね、寝なければ今日じゃん。寝るときに明日も頑張ろうって思って寝るじゃん。だから大丈夫。そう、昔からママとパパには当たり前のことを当たり前にっていう感じで、ちょっとなんていうの、厳しいわけでもなく、でもこう他の家がちょっと目をつぶるようなところも結構当たり前でしょって言われながら育ってきたので、はいっていう感じで、はい、生きてます。ちょっとママとの宿題の、だってさ、でも気持ち的にはね、
だって宿題、夏休みの宿題なんだから、その夏休みの前日、夏休みの最終日までに終わればいいわけじゃないですか。だって夏休みの宿題なんだもん。そう、すごいそう思うんですけど、まあ、でもママルンと約束しちゃったので。まあでもお盆にまた長岡に行くから、その時に楽ちんでもうゆっくり過ごせるっていうメリットはあると思いますね。そう、やっぱ人間は信頼関係で、人間関係はもう信頼とすごい言われているので、ママルンからの信頼を失わないように頑張ろうと思います。ママルンの機嫌を損ねたら、そうですね、結構損ねられる方なので、ちゃんと写真撮ってくれなくなるし、どっか連れてってくれなくなるし、しかもそういうのも思いつきで急に言うから、もう送り迎えしないとか、私がオリンピックを目指す人生を歩んでたとしたら、どんな人生になってたんだろう。オリンピック、小さい頃からオリンピックを目指していたら、オリンピック出れてたかな。でも私運動神経悪いから出れないかな。でも練習すれば上手くなる競技があったら飛び込んでたよ。でももしそれで、じゃあギリギリオリンピックに出れませんでした、でも結構地元ではすごい期待されるくらいのうまさだったって言ったら、そしたら私は勉強を取るのか、まだまだ諦めないでその競技に打ち込むのかっていうところでも結構悩むと思うんですよね。いろいろ人生悩みどころってあるんですね。なんか最近思うんですけど、こう街とかですれ違う知らない人にもきっと話を一人一人聞いてみたら、一人一人こう子供の頃の思い出とか夢とか、まあ今やってらっしゃるご職業とか、なんか一人一人こうめっちゃいろんなストーリーがあるんだなって思ったら、すごいなんか考えちゃいますね。なんかそれを知るか知らないかがこう、何、知り合いの顔と知らない人の顔っていうか、なんかそう思うとすごい、すれ違った人みんなにそういう話を聞いてみたくて仕方がなくて、そう、いやそんな変なことしないから聞いたことないんですけど、でも聞いてみたいんですね。いろんな人のその生い立ちみたいな聞いてみたいんですよ。
からすごいスタッフさんとかにも聞いちゃう、なんかどういう感じでここまで来られたんですかとかそう、なんか小さい頃どんな、なんか将来の夢何でしたかとかすごい聞いちゃう。ファンの人のもすごい気になる。なんかファンの人とかはなんかそのお仕事とかされてる時は多分全然こう違う顔されてるんだろうなって思って、なんか握手会とかでたまにこうお仕事帰りでそのままスーツで来られたりする方いたら、いた、何、握手会めっちゃ昔の話なんですけど、いたりすると、え、全然雰囲気違うねっていう話するから、なんかみんな、なんかスーツとか、なんかいつもはすごい、はるか村の T シャツみたいな、なんか、イエーイみたいな感じだけど、でもなんか、お仕事とかはちゃんともう、こんなキリッとされてるんだな、なんかあの人もあの人もなんかキリッとされるんだなって思うとね、なんかいろんなこう一面があるんだなって。職場では他の人格を出す。あ、そうなんだ。なんか私そのなんていうんですかね、お仕事のその道のプロみたいな、こうプロフェッショナルな感じの人を一人一人こうめっちゃ興味があって、なんかなんていうのかな、他の人ができないことをやっていて、でもなんかすごいですねって言うと仕事なんでみたいな人そういう人にめっちゃ密着してみたくて、そう、そういう人の何、一日みたいな、一日密着みたいな、そうなんですよ。みんなこうなんだろう、じゃあオリンピックの選手とかさ、なんかすごい技をさやられててさ、日本中がなんか何もうすごいってなるじゃないですか。なんか体操の選手の方とかだとさ、もう一般人じゃできないような動きをされてるじゃないですか。もちろんめっちゃすごいし、すごいけど、でなんかスポットライトとかめっちゃ浴びるけど、でもなんかなんだろう、それぞれこう皆さんお仕事とかがあって、なんかその内容が違ったりすると、そのスポーツ選手にはそのなんていうの、そのお仕事他の何会社のでやられてたりとかするお仕事は別にできないわけじゃないですか。そう、なんかわかんない、スポーツ選手の感覚は違うかもしれないけど、やっぱそれ一本でこうなんていうの、収入を得てっていう風に考えると、みんなそれぞれのこうプロなんじゃないかなっていう風に思うんですよね。うん、その人にとっては他の人から見て、え、すごいですねっていうことでも、まあ、その人にとってはこれが仕事なんでっていう感じのことって多分人それぞれあるじゃないですか。なんかそう考えると、まあそれぞれこうスポットライト浴びてすごいすごいって言われる職業もあれば、すごいすごいとはそんな言われないかもしれないけど、でもなんか他の人にはできないことってあるじゃないですか。そう、
その人にとっては当たり前のことみたいなね。だからなんかそう思うとこう私いろんな職業の方の密着をめっちゃしたいって思って、自分にできないことをなんかもうすごいやられてる方ってあれじゃないですか、すごいじゃないですか。そう、なんか職業体験とはなんか違って、そういう小学生が学ぶ用のものってこうなんていうのかな、綺麗な感じにして見せてる部分があると思うけど、なんていうの、なんかもうちょっと現実的な話を聞きたいっていうか、そう、なんか経営者さんとかだったらこういう風ななんていうの、経営の厳しい部分とかもめっちゃなんかそうリアルな話を聞いてみたい。ね、そうそうそう、なんかその業界の中でもこうやっぱライバルとかがいたりとかさあるわけじゃないですか。アイドルももちろんそうだけど、その他の食品メーカーさんとかなんかそういうところからなんかなんていうの、ジャンルが違くても学べるところがある気がして、ライバル社がいるところで自分の会社をうまくいくためにはどうすればいいかみたいな、うん、まあ、なんかそんな会社まで大きくしなくても普通に同じオフィスの中でもとか、なんか同じ同期として入社した仲間の中でも上に行くためにはみたいなさ、出世するためにこの人は他の人と違うこういう仕事の仕方をしましたみたいな、そういうのをめっちゃ知りたい。そうすごい、だからそういうなんていうのかな、めっちゃ仕事に誇りを持ってやってる方々の私は取材ができるようにでも取材する人も取材する人でちゃんと気の利いたこう質問とかこう頭が良くないといけないからね、あと語彙力とあとパソコン使えるようにならないといけなくて、パソコン取材とかじゃなくて私パソコン使えるようにならないとって思ったんですよ最近。なんかパソコン使えるようにならないとなんか大抵のお仕事ちゃんとなんかできなさそうじゃないですか。パソコン使えるようになりたい。パソコン教室とかあるんですか、ね、すごい急にめっちゃ話違う。そうパソコンパソコンキーボード打てない。語彙力とかパソコン知識、そうじゃないと自分の考えすら人にこう伝えうまく伝えられない、なんか薄っぺらい考えの人だと思われちゃうから、もし考えがしっかり持ってたとしてもどうしよう。パソコン使えるようにならないと、私そのうち使えるようになると思ってたけど全然使う機会がなくて、今の方々ってそうなんですかね。でもちゃんと勉強する人もいるんで、なんかスマホで生きてきたらキーボード全然使わないからやばいな、どうしよう。高校卒業したら買ってみた。あ、自分のパソコン、確かに。え、あの普通のなんていうのテレビみたいに画面で置いてあるパソコンも、そのなんかノートパソコンみたいなやつも変わらないですよねきっと。え、変わんないよねコンパクトさが違うだけですよねきっと。
なんかノートパソコン、確かにまたおすすめの聞くかもしれない、みんなに確かにノートパソコン、でも何に使えばいいの、そんな自分のパソコン買って何に使えばいいんだろう。プログラミング、動画編集とか、ああ動画編集ね、確かに動画編集いいですね。なんか動画編集のスマホのアプリとかはあるけど、やっぱりなんかパソコンでやった方がみたいなあるよね。まだまだ成長中だ頑張ります、頑張ります、頑張ります。タイピングすぐに上手くなりそう。本当？身長伸びてる。身長は分かんない。年に1センチとか。もう分かんない。あのでも今2年連続で1センチ伸びてたんですよ。今年の4月に測った時に去年より1センチ伸びてて 159.2 センチになってたんです。そう。でも高校2年生から高校3年生までに、この高校2年生の1年間に伸びるかは分かんないです。でもあと1センチ伸びたら来年の高校3年生になった時に160センチになるということなので、なんかいいね、160センチっていいですね。モデルさん、モデルさんまではいけないけど、でも160センチって159と160ってなんか聞こえ方が違くないですか。どうしても159まで言った瞬間に、あ150ねってなるじゃないですか。160って言ったら、あ160ってなるじゃないですか。161センチと160センチのそんな違いはあんまりこう感じないかもしれないけど、159と150しかも 159.2 だから、だからあと 0.8 センチだから、もうもしかしたら160いってるかもしれないよ、なんか誤差とかでなんかさ、夕方何たくさん歩いたら身長が縮むって言いませんか。なんかあの私昔夢の国に行った時に、そのなんか小さい頃ってさ、こう身長制限みたいなあるじゃないですか。でその測ってもらうじゃないですか、小さい子だったら。でそのなんかあのなんていうの、キャストさん なんていうのキャビンアテンダントさんではなくて、まあ、ディズニーの方が、あ間違えた、あの夢の国の方がそう
教えてくださって、夕方になるとこうたくさん歩くとちょっとだけ身長が縮んじゃうから、ギリギリそれで身長が足りないと悪いから、なんか結構朝のうちに測っといた方がいいですよみたいな教えてくださって、あ、そうなんだって思って、本当かどうかは分かんないんですけど、まあ、そう教えてくださったので、夜は重力のせいで身長縮む、あ、そうなんだ、へえ、どういうこと、この地球上に長らく立つと寝てる間北手が一番身長高い、やっぱそうなんだ、じゃあ北手でそのまま学校に行った方がいいんですね。お母さん、NGT のこと知らないし、推しとかなかなか決められないし、なんとかないことたくさんあるので教えてもらえませんますか。NGT48 はすっごく素敵なグループです。でも、まあ、推しを決めるとしたらやっぱりハルルンしかいないんじゃないかなってすごい思いますし、やっぱりあのハルルンを推してて、損はしないと思うので、やっぱハルルンだなって思いますね。とりあえずハルルンを推せば幸せになれるでしょうイエーイここで聞くならそうなりますよまあそりゃそうですね、はい。大正解、そうだね、ハルルンだねはるか一択です、強制、はい、そうです。おっと、ここで、ここで何、ひなたんいいですよちょっと確かにいいよ、だけど、だけど美優美優もいいですよ、彦村もいいですよなんだこいつら、なんだなんだこの話、この人たちどうすればいいの、村民のはずなのに、ハルルンが一番、そうだよね、わかる、私もそう思う、それで行こう、そうだその息だ、見えるのはハルルンだけ、今よりももっと輝いて、卒業はプロセスが最下位の近い、はい、条例をちゃんと守っていただかないとパッと消えてしまいますので、村民の皆さん注意してくださいね。そう、昨日も言ったけど、やっぱり自分が推したくなるようなメンバーになるっていうのは大事ですよね。そうだそうだそうだ、ニッコニコ
んだよ。ここは春香村。春香村はいいところです。そうです、春香村は素敵なところ。中村最近入りました。あ、ありがとうございます。わかるよ、はるかね。チェックしてるからそう、最近入ってくれた方のことも多分うん漏れてないはず、チェックしてる。でもそれがモチベなんです。本当に怖いとかじゃなくて、普通にそれ別にいいことで、いいことでチェックしてるわけじゃないですかそう、なんか最近推しになりましたっていう方もツイッタースクショして名前メモして、あの写真の中のフォルダーにそのツイッターのスクショリスト、スクショリストみたいな作って、はるか推しの方っていうところのフォルダーに入れてまとめてます。それだけだから全然全然怖いことない。認知ってこと、よく言えば認知ってこと、そう、知ってるよってこと。はるか推しになってくれてありがとうっていうことです。嬉しいです。今日も今日とて推しが可愛くてすみませんすみません。いいことなんです。そうです、だって普通に嬉しいじゃないですか。最近ファンになりましたって言ってくれたらさ、最近のこう自分の発信してるもので気になってくれた人がいるんだなってこう励みになるじゃないですか。だからそういうのはどんどん言ってほしい。最近自分のことを見つけてくれたんだなって。ショールームで見つけました。うん、ありがとうございます。どこから見つけてくれたのか気になる。ツイッターが多いですね。ツイッターか、まあショールームからこうツイッターに飛べたりもするし、ツイッターのハッシュタグ覚えはるかをつけてツイートしてくれてる人はすごい一番わかりやすいし、あと私のフォロワーさんのところとか、あとリプ送ってくれてる方とかから見つけること多くて嬉しいばかりです本当に
最近ファンになりましたっていう方とかめっちゃ嬉しい。そうだ、一度終わらせようかな。じゃあちょっと映像倉庫をご覧の皆さん、私はこの後王様を歌うので、またねに、何、おやすみなさい。またねになります。あ、もし王様聞きたかったらショールーム配信は見に来てくださいね。ということで、Twitter、Instagram、755、フォトログ、モバイルメール、公式 LINE、ショールーム、ぜひチェックしてください。ということで、映像倉庫を見てくださっている皆さんもありがとうございます。